淡路島南インターチェンジは、兵庫県南淡路市穴賀にある小戸淡路、鳴門自動車道のトランペット型のインターチェンジである。淡路島南パーキングエリアが併設されている。淡路島南インターチェンジと淡路島、南パーキングエリア、淡路島の南端にあり、この IC から徳島方向に大鳴門橋がある。IC の料金所外には、淡路島南 BS が、本線上には、 淡路島南パーキングエリアがある。なお、併設されているパーキングエリアは、インターチェンジからの流入時には利用できない。連続走行時及びインターチェンジへの流出時に利用、可能である。1987年10月まではここから 2.8km、メート寄りに、西段壇り、出入り口があった。開通等初本 IC には、料金所はなく、両端の静壇仮、出入り口、 なると北インターチェンジで支払っていた。本 IC を境に料金が区切られており、本線上には、淡路島南から先は別料金の標識があった。淡路島南バスストップとは、兵庫県南淡路市穴長の神戸淡路、ナルト自動車道、淡路島南インターチェンジ料金所外にある高速バス乗り場。バスストップとその周辺に乗車券売り場はない。上から見た、料金所。 ありがとうございます。